皆さんどうも、こんにちは。com.com です。猫耳実況パート13です。はい。では、早速続きやっていきます。前回はですね、レウス地域のフェルトというところで、依頼があったので、その依頼を解決しに行ったんですけれども、報告行ったら、早速次の依頼を同じところからなんとご指名でもらったということでね。では、また、そこに行く感じだと思いますけどね。じゃあ行きましょう。なんやかんやで、ピナもそこそこレベル上がってますね。とりあえず行ってみますか。別に特に面白いのもないとは思うので、行きますか。面白いのっていうか、寄り道で行けそうなところも別に大してあるわけではなさそうなのでね。名前がなんだっけ？確か。名前が、こいつか。いやあ、来てくれたかい、ひなくん。ちょっと待って、気が利かなかった。ムラさん？そうだ、エルマーからエルフィスのヘルパーに依頼するのはフィナ君に頼むといいとアドバイスされてね。そっか、それでどんな依頼なの？実はな、この近くに賢者の家があるそうなんだ。賢者の家？噂ではそこには珍しい文献がたくさんあるらしいんだ。これはぜひとも調べてみたい。だがこの年であんまり無理はできぬ。そこで依頼したというわけなんだが。で、その賢者の家が見つからない？そうなんだ。あるという噂があるだけ、実際にそれを見た者は誰一人いない。かなり無茶ぶりな依頼だな。この辺りにね、すごい凶暴な魔物が出るんだって、出会った人はみんな死んでるんだ。何？さて問題、出会った人はみんな死んでしまったのに、どうしてそんな凶暴な魔物がいるって分かったのでしょう？ひなも、すごいこと聞くな。ひな大物だな。俺、これわかんねえわ。一体誰がその魔物の存在を教えたんですかね？まさか、デマなのか。誰も見たことがないけど、珍しい文献がたくさんある家ってどう思う？そうか、そういうことか。と、普通は思うんだけど。何？魔物が出るって噂が消えなかった理由は、実際に行方不明者が続出したとか、そういうことがあったからだと思うんだよ。ということは、賢者の家じゃないにしろ、この辺りに見つかりにくい家があるっていうのは事実なんじゃないかなって思う。おう。そうじゃなきゃ、そんな噂すら流れないでしょ。しかし、全くの作り話という可能性も。いや、待てよ。だとしたらなぜその話を。今だと言いたかったのではないのか。だからね。もし何もなくても怒らないでね。結構難しい依頼だからね、これ。なるほどな。過度な期待をしないでほしいというわけか。期待持たせておいて結局何もありませんでしたって言ったら怒るでしょう。わかった。なあ、こうしようか。ここではっきり諦めをつけさせてくれ。だから、しっかり調べて、だから、しっかり調べてくれるんだぞ。しっかり調べてくるよ。頼んだ。妥協してくれた。頼んだぞ、ひなくん。さあ、これは厄介なことになりそうだな。厄介なっていうか、結構難しそうですね。はい、行きましょう。砂漠か。賢者の家周辺砂漠、謎が多い。ああ、すごい。なんかエンカウントするんじゃないかなとか思ったりもしますけど。なんか何も出てこないよ。あ、一周しちゃった。でもなんか、ワールドマップ見たときなんか真ん中に家っぽいのがありましたよね。なんだろうね。なんでしょうかね。気になるっちゃ気になるけど。なんか適当にぐるぐる回ってみたはいいものの、何もつからない。見つからないな。じっくり探していけば見つかるだろう。何言っちゃね。そもそもあるかどうかの確証がないので、なんとも言えないんですけどね。なさそう。なさそうだ。帰るか。おえ？何今の何今のちょっと待って。え？お？なんだこりゃ。え、入っちゃった。ん？木の柱の数を覚えよう。え、いや、私より落ちた。ちょっと強そうだな。わお。あ、家鍵閉めたかな。なんでそこだけ妙に現実的なんですか。どうしてなんで最高値でやった方がいいかな。あ、ちょっと待って。ぼーっとしてた。あれいいや。